フェンダーブロンコはフェンダーが1967年から1981年にかけて製造したエレクトリックギター。ボディとネックはムスタングのものを使用しているが、ピックアップは一気で、トレモロユニットも異なる。ムスタングから派生した他のモデルとは異なり、24インチスケールで2ピースメープルのネックドットインレイの施されたローズウッドの ラウンドバリシ板で22フレット仕様となっている。他のムスタングファミリーと同様スチューデントモデルとして作られた。ショートスケールなので手の小さな奏者にも適した。当初は練習用のコンパクトなブロンコアンプとのパッケージ販売であった。一機のピックアップはブリッジ側に位置しており、ネック側にあるミュージックマスター、双方にあるムスタングとディオソニックとの違いとなっている。 独特のトレモロユニットは、レオフェンダーの手掛けた4番目の、そして最も人気のないデザインであり、ブロンコにしか搭載されていない。これは、フェンダースティールビブラートとして知られ、俗に、ブロンコトレムと呼ばれている。アークティックモンキーズのアレックスターナーなど、一部に愛用者もいるが、ブロンコをメインのギターとして使用するものは多くない。一般的なブロンコは、 ローズウッドシバンにダコタレット仕上げである。1970年代後期の一部のモデルにはメープルシバンのものがある。ミュージックマスター、ムスタングと同じく1981年にリードシリーズへ置き換わる形で生産終了となった。最終的なカラーバリエーションはダコタレット、ブラック、オリンピックホワイトとミッドナイトワインの4種類であった。その後、ブロンコの名前は スクワイアブランドのブロンコベースに引き継がれたのみで2008年時点で再生産はされていない。ありがとうございます。